かです。ゆいかです。りのです。私はこんな女です。まあ、あなたはどんな女性ですかって言われたらどういうふうに言う？逆にさっき聞きたいです。みんながどう思ってるんか。お、りのはお姉さま、プライド高い、第一印象はめっちゃ怖いとか喋りづらいみたいな、喋りづらい、まあ、そういう感じで言われるんですけど、喋ったらもうめっちゃアホやみたいな、そのギャップ、うん、ってはよく言われますね。なんかギャップあるみたいな。ギャップのある女でいいですか？あ、それいいですね。ギャップのある女でいこう。ギャップのある女。いや、ギャップのある女。やっぱ大人の女って感じ。おい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 大ボケやん。客観的な意見があった方が良さそうだね。そうです、聞かせてもらってもいいです。幼稚園児、ほんまに子供、幼稚園児ですね、もう完全に、うん、わがまま、わがままではない、周り見えてない、見えてる漫才だな純粋そうに見えて考えすぎ、変なとこ真面目、そう、変なとこ真面目やけど、まあ、その空気読めるかって言われたら、まあ空気はほんまに読めないですよ。読めてない、ほんまに読めてないです。真剣な時になったら読めてるけど、もう普段はもう普段はじゃあ空気が読めない女でいい。ちょっといやいや、それはいや、幼稚園児、幼稚園児で、ちょっとマジなんかあれ、元気な子、そう、元気な、うん、元気な女、元気な元気な女、ゆいかは元気な女、元気な女、真面目。お、真面目なの？どうですかね。え、妹れるかどう。え、偉そうな女短気、短気な女、ゆいかもお前で、それはほんまに。まあでもゆいかよりかはしっかりしてるな。だから大人な女、いや、ちょ妹よりしっかりしてる女いいですね、それ姉ね。でも、それ結構姉の女、ゆいかよりかは純粋かも。だからゆいかはいろいろ考えて、みんなをこうやって見てんけど、もうそれあやかもじゃあいい、こうって思ったの、こうじゃ、まっすぐな女ですかね。まあ、よく言ったらなでも悪く言ったら周り見えてない女何も考えてない。周りを意味で純粋な。そう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 、だからめっちゃいい性格。ピュアガールで。ナチュラル女。嬉しい。ナチュラル。オーガニック女。オーガニック女。もう完全にオーガニック女。こっちは添加物とか入ってる。でも無添加、無添加。お肌とかに優しい。お肌に優しい。お肌に優しい。ピュア女。ちょっとだけ値段も高いんだね、じゃあ。じゃあ、オーガニック女。オーガニック。で、あやかは。オーガニック女、はい、オーガニック、オーガニックな女で、女で、はい、木とかが似合う。あ、じゃあ自然の中で育っていきたいと思います。自然な感じで、はい、自然に。ひよりさんは神です。ひよりさんは神と、この子の意見は聞かないで自由の女、自由、自由、自由の女神でこれやから、自由の女神、これやから、完全に、はい、と思います。自由、なんかほんまに悪く言ったらわがままやし、気分ややし、もうほんまに好き勝手してるけど、よく言ったらマジで自由、でもなんか草、何にも縛られてないな、思い立ったらすぐ行動って感じで、もう頭がハンドル持ってる感じですね。ちょっと頭がハンドル、頭がハンドル、なんていうか、その頭が例えば右行きたいって言ったら右すぐ行っちゃうみたいな、後先考えずに行動しちゃうぐらい、もう自由、もう何にも縛られ、何も怖いものねえわみたいな、うん、まああるんですけど、こういうのはたくさんって感じ、費用はな、はい、はい、どうどうどう、神です。後輩思いで、もう、うん、もう最強です。いけ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 、いきます、いきます、ほんまにもういつもなんかこう後輩の面倒ちゃんと見てくださって、なんかほんまに愛を持ってこうなんかこうね、こう、うん、育ててくれてます。いつも愛のある女って感じ。そうですね、愛のある女、なんかラブな女ラブな女、愛で溢れてます、ラブな女、そんなついておもろいな、じゃあ溢れる女で、溢れる女、溢れる女、いや溢れこぼれる女じゃあこの自己紹介はそれ言ってから名前、もう絶対それ、あーそれいいな、オーガニックな女、元気な女、言いたいですね、ギャップな女、ギャップのある女、ギャップのある女、あふれこぼれる女、何をこぼれてるの、もう原点ないから、何こぼれてるの、主語がない、何がって感じですけど、まあそれでいい、まあいろいろ当てはまることですよ、いろいろね、
じゃあ次の自己紹介はそれで、はい、練習しておいてください。ありがとうございます。